さんカルビを出て暗いところを歩いてきたんですけど、すぐにこんなにたくさんの屋台が、出てる通りに出てきました。これまっすぐ行くと、チャガルチ市場があったりとか、世界ビーフ広場っていうのがあったりとかっていうところですね。こういうところにおでん屋さんがたくさん並んでます。すごく美味しそうで、ここからは、衣服のお店ですね。衣類がたくさん並んでるお店が並んでます。このようにプサンはいろんな種類が、まとまってありますんで、ここは、ここも衣類ですね。ここはすごい狭いですね。本当に歩くのが難しいぐらい狭い道になってます。こういうように本当に屋台がね、幅を利かせてるというか、真ん中にドーンと屋台が出てるんで、なかなか歩くのも大変です。このお店がねちょっと面白いんですよ。ピアスばっかり、これ全部ピアスなんです。ピアスがこうカフェ一面に飾られてる、中も全部これピアスですね。ピアスだけのお店ですね。すごく面白いです。やっとビフ広場に、近づいてきました。この先がビフ広場なんですけども、これビフっていうんじゃなくて、ビップっていう、ビップ広場っていうのが、本当らしいんですね。で、もともとはビフ広場って言ってたんですね。で、それがビフ広場に変わった。なんでかというと、私もプサンに来てびっくりしたというか、プサンだから PUSAN かなかと思ってたんですけど、B なんですね。BUSAN っていう、ブサンっていう、ブサンと書いてプサンって読むという、英語表記がそうなったらしいんですね。それで、ビフ広場って言ってた、プサンインターナショナル、フィルムフェスティバルか。が、B に変わったということらしいです。買えないな、これは。ここ有名なホットク屋さんですね。ビフ広場ってホットク屋さんがすごく有名なんです。でここが、特に有名なホットク屋さんです。ホットクっていう食べ物、すごく美味しいちょっとした、おやつなんですけども、パンの中に揚げたパンですね。揚げたパンの中に、ここはこういうナッツをたくさんこう挟んでくれるというので、美味しい、すごく甘くて美味しいです。これがすごく有名なんで、いろんな種類の、ホットクが最近は出てるみたいですけども、ここはナッツをたくさん詰めて、売ってくれるみたいです。もうたくさん並んでるんでちょっと私買えませんでした。この辺りもずっとねお店が並んでます。本当にちょっとつまみ食いしながら歩くのもいいんですけど、お腹満腹なんで。ここちょっと南へ下ってみます。南の方にもこういうようなねアーチ状のところがあって、すごく綺麗なことになってます。はい、戻ります。ここ、この下見えますかね。ビフって書いてます。 BIFF と書いてるんで、ここがビフ広場だということです。はい、また戻ってきて、そのメインの通りを歩いてみようかと思ってます。ここに芋けんぴがあるんで、芋けんぴ大好きなんでちょっと買ってみようかなと思ってます。いくらかな、5000ウォンですね。あ、子供さんがもらったりして美味しそうに食べてますね。結構おまけをしてくれてるみたいです。この辺り値切るのはねちょっと難しいんですよね。ただ今してたみたいに、すごくおまけをしてくれるようなお店もあったりするので、その辺りが楽しみですね。
次私の番なのでどれぐらいねおまけしてくれるかな。今もうお腹いっぱいなんで、これ持って帰って、ビールでもこれ当てにして飲もうかなと思ってます。楽しみです。おまけしてくれてますね。はい、これ草なぎですね。よく売ってますけど、私ダメです。これはダメ。この下にずっとね手形が埋め込まれてるんですね。これ何かというと以前に、ここで国際映画祭があったので、その時の監督とか俳優とかが手形を残しているそうなんです。ちょっと名前までは見れなかったんですけど、有名な方たくさんいますので楽しみに歩いてください。横の看板で出ますけど意味わかりませんね。日本語話せますなんですけど、知らなければ聞いてください、聞いてみてください。意味わからないですね。ここでやっていた映画祭ですね、釜山映画祭、国際映画祭ですけども、これが今ここではやってないみたいですね。先ほどから言ってますけども、でメインがセンタムシティっていうところですね。そこの映画の殿堂っていうところに移されてます。で野外イベントもヘウンデの方に移ってます。ですがこちらはメインはやってないですね。ただこの辺りには昔からずっと映画館がたくさんあるんです。で映画祭が開かれる時には特別のね特設会場みたいなのもできまして、でその映画祭でやってる映画なんかも上演されたりして、すごいやっぱり同じような盛り上がりは見せてるらしいんです。ですから同じ時期に、センタムシティ と、ヘウンデと、それからこのビフ広場も、来てみるのもいいのかなと思います。この辺りもずっと屋台続いてるんですけど、見てみますとね、ほとんどがこの占いですね。占いをこう一人ずつ入ってやってもらってるっていうのがなんか異様な変な感じですね。本当占い師が一人ずつ座ってるんですよ。でその中に入って、なんか占いをしてもらってるんでしょうね。お客さんが入ってるっていうのがところどころに見られます。その間にちょっと大きめのこういう屋台ですね、こういう食べ物の屋台なんかもありますし、なんか入り混じって食べ物屋さんと占い師さんが入り混じっているような、そういう場所ですね。これがずっと延々、続きます。もう私もしばらく見てもうこれあまりね、これ行っても本当に右側ずっとこれ占いと食べ物屋さんばっかりなんで、同じのなんでちょっともう曲がってみます。もうこちらの方から、ホテルの方へ戻ろうかなと思ってますので、ちょっと右、左の方へ曲がってみようかなと思います。こちらの方もずっと南へ今下ってるんですけど、屋台があります。この辺海鮮の屋台、港が近いんで海のものをたくさん扱っているような海鮮の屋台がここは並んでいるところですね。これまっすぐ降りると本当にチャガルチ市場になります。この辺りも美味しいのがいっぱいあると思いますので、そんなにね屋台高くないんで、食べに来ていただいたらいいんじゃないかなと思います。私も食べたいんですけど、ちょっとさっきから言ってるようにお腹いっぱいなんで、そろそろホテルに帰ります。